北口ホーム、いよぎ駅は東京都杉並区下井草5丁目にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は SS11、相対式ホーム2面3線を有する地上駅。中央に通過線があり、通過列車の退避が可能で、配線的には下りも退避可能な構造となっているが、実際に退避が行われるのは上りのみで、下りの退避は原則的にない。 ホーム有効長は、上りホームは8両編成、下りホームは8両編成以上である。1963年10月21日から1998年3月13日までは一面2線の島式ホームと一面1線の単式ホームを有する構造で、上りホームから駅舎へは、構内踏切を通行する必要があった。このため、駅の北側から、 上り電車に乗車するには、一旦、東京都道311号環状8号線の踏切を渡って、駅の南側に出てから改札を通り、今度は、校内踏切を渡って、線路の北側へ戻るといった不便を強いられていた。当時、立体化工事が行われるまでは、環八通りでも、有数の平数の踏切であり、かなりの長年交通渋滞が問題視されていた。 その後、踏切事故防止とホーム移設を伴う北口の開設といった改良工事が実施され、1997年5月13日に新駅舎が完成した。上りホームが移設され、北口が新設されるとともに各ホームを連絡する古戦橋が設置された。この際、線形も変更された。1998年3月13日終電後に、 大規模工事を行い、以前は下りは1ホームのみ、上りは島式ホーム2面で、環急接続できる構造であった。改良後は、下り、上りとも1ホームの形になり、環急接続できない構造となった。旧ホーム跡地に通過線が設置され、中井駅と全く同じ線形となった。各ホーム間を連絡する、湖線橋には、エレベーターと、 エスカレーターが設置されている。トイレは、上りホームの個性強化にあり、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレを併設している。南口の改札脇には2010年12月12日まで、小さな売店があったが、その後改修工事を行い、2011年2月2日に、タモニーとして、リニューアルをオープンした。その後、タモニーは2018年頃に自販機に置き換えられた。 2016年余儀駅南北地下歩道にエレベーターが設置された。2020年度の1日平均乗降人員は14,877人であり、西武鉄道全92駅中54位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。環八通りの余儀踏切廃止後、駅前バスターミナルが整備され、ピーコックストア前におぎくぼ、 西小木久保方面行きのリバが新設された。しかし、小木11系統、石神井公園駅発と、小木17系統、練馬高野台駅発の小木久保駅行きについては、ピーコックストア前を通る路地に入らないため、200メートル、先のカンパチ通りに設けられた、小木駅停留所にのみ停車した。一方、ピーコック前の小木駅を起点としている小木12、小木12の1系統、 小ぎ久保駅行きと、西五重系統、西小ぎ久保駅行きは、この停留場を出た後、関八通り側の伊予議駅にも停車するという形で、二つの伊予議駅に停車していた。それが原因となる混乱もあったため、2008年2月16日からは、関八通り側の停留場を伊予議駅入り口に変更した。いよ駅、いよ駅、入り口乗り場番号に関しては、関東バス公式サイト、 関東バスナビで表示される便宜上の番号であり、実際には何も表記されていない。東京都の交通計画で地下化が推奨されている。ありがとうございます。